は大阪府柏原市より参りました大阪教育大学よさこいソーランサークル林道です。昔々おじいさんとおばあさんに助けられた鶴は美しい布だけを残して姿を消しました。誰もが知っている鶴の恩返しのその後の物語です。どうぞ皆様手拍子足拍子そしてお心拍子を手持って私たちの演舞を最後までゆっくりとお楽しみください。それでは参ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おじいさんおばあさんありがとう。さよなら。そして鶴は姿を消した。美しい布だけを残して。その布は町に繁栄をもたらした。